姿一同は、競輪選手。宮城県出身。日本競輪学校第91期卒業。日本競輪選手会宮城支部に所属。父は、競輪学校第47期生の姿秋人。また、弟の姿健人氏、おじの姿よりかず、いとこの姿和弘姿よし子も、競輪選手という、競輪一家で育つ。 仙台商業高校に進学してから本格的に自転車競技に取り組み2004年のジュニア世界選手権自転車競技大会のチームスプリントにおいて柴崎敦志、大西優斗のトリオで2位に入る1回戦で記録した47秒110は250メートルバンクのジュニア日本記録であるその他国民体育大会1キロメートルタイムトライアルにおける 優勝歴もある。2005年、芝崎、大西と共に、競輪学校第91期生として入学。2006年7月17日、千葉競輪場でデビュー。2007年3月11日、玉野競輪場で行われた、ルーキーチャンピオンレースにおいて、芝崎らを破って優勝。2008年、ヤンググランプリに出場。2009年、クルメ記念を制した。 2016年8月第59回オールスター競輪で GI 決勝初進出。ありがとうございます。